はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、今回でパート30、続きやっていこう。ものすごく今、静かだけど、レイブスがおそらく命がけで父親の剣を届けてくれて、アーデンには再びはめられて脅されたけど、今魔法と剣が、この剣だ。剣が使えるようになったから、おっと、よし。この剣ね、リング魔法と合わせて攻撃することをお勧めします。 OK。 でも体力はそれは減るか。だから魔法と併用しよう。 OK。 そっか、デスじゃないと体力は回復できないからデスも使おう。また笑ってるし。武器も指輪も君の力はみんな借り物だね。おっと、回復用が来た。待て。オッケー。もう降りてこい、アーデン。さっさとこっちに降りてこい。気をつけて進んだ方がいいよ。もう前回からずっと気をつけて進んでるよ。何か聞こえるね。何かあるんだよ、きっと。ここは待機室？はい。よっ。剣があるならもう隠れ回ってですやら。ホーリーを。どっから出てんだ。煙。なんだこれ、状態異常か。あ、通れないのか。この先はちょっと無理か。ほら、忠告してあげたのに。あ、だんだんひどくなってんな。止めねえと。 HP が減少します。換気口、なんかない？バルブとかダメ？なんだよ。スナが。あ、ポーション取られた。使ってんじゃない。パッといく。待て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 、煙がやばい。で、剣、もう一体いなかった？消えた。あれ？どこ行った？あんな遠くに。体力にはまだ余裕はあるけど。というかすぐ回復してんな。こっち側なんか倒れてる。こっちはなんだ。ほら、
瓦礫。さっきの煙を吹き出していた部屋は行けなかったけど、止めたい、これを早く。止めれそう。あった。あ、来た。何から何まで全てアーデンにはめられてるぞ。ここスーパート。なんだ、すまんないな。ああどうして欲しいんだよ一体アーデンは。で、何をしろと言うのかね、王子に。さっきの煙噴射してたところが取れるようになってる。なんだ、ほら、オッケー。狭い空間だからカメラが若干見にくい。よし、こっち通れる。来るか。おっと、危ない。お、なんだ今の。あ、なんか決めポーズみたいなの撮って一瞬だけ筋力が上がった。あ、こっちもいるか。いない。常にガードの体勢を取るぐらいでいいと思うな。これ絶対動く、これ絶対動く、これ絶対動く。動かないんかい。動いた。もう一体いるな。剣は手に入れてるけど、あのシフトはできないんだ。さあこいつも絶対動く。顔が動いたぞよ。顔が動いたけど、あれ、顔が動くだけ。本当に。いやー、ここも倒れてるもん。よい、あ、来ない。来た。あー、後ろのやつも来た。ほら、オッケー。よし、なんだここは。あ、ショップ、ショップかこれ。こんなところに状態異常を念のために持ってこう。あ、そうだ、状態異常といえば唯一ノクトだけ確か装備にサブクエストで手に入れたリボンがあって、これがあるとね、一切の状態異常のね効果かかんなくなるからね、ノクトだけ状態異常無敵前になれる。解除レベルを4に更新しました。レベル4までの扉の開放に有効です。開いた。さて、なんか起き上がってるぞ。です。グラディオとイグニスもそろそろ近くに来てるといいんだが、仲間こそ武器なんもないけど大丈夫か。
敵がちょっと多い。あ、体力が。で、離れろ。危ない。あー危ない。間違った。パリ。体力が危ないな。ポーション、オッケー。さてこっち、仲間がいないと随分頼りないね。頼る人もいないわけだけど、こっちに進める。本当に仲間たちと会えるかな。おっと、おっ、動かない。お、休憩スペースでしょ。あー、すげえ動き出しそう。砂が、お、かっこいい今の。なんか勲章がその辺に落ちてるんだけど。あー、光ってる。顔が動いた。砂が、よし。お、チョバムアーマー、初めて聞く。チョバムアーマーでなんだ。弾耐性か。あ、動いた。足りろ、足りてくれ。よし、何もいない。武器庫だ。メガポーション、何もない。このエリアはオッケー。あら、です。この距離ならいける。よし、ギリッギリだな。さあさあ、こっちだ。もうこの要塞のどの辺を歩いてるのかも全然わかんない。ほら、こっち開けて。あ、20m。ねえ、油断は禁物だよ。あー、またなんか来るか。上から来るか、エレベーターから来るか。上から来た。フォラス、一番安全なエレベーター加工中、しばらくお待ちください。安全な、最も安全な戦い方はホーリーを使うことだけど、ホーリーがあんまり効いてないな。ファントムソードを使うと体力が減ってくからな。消えた。あ、いて、やばい。
ポーション使いまくってナイフだな。ナイフじゃない、剣使うしかないな。それしかない。あ、消えた。あ、買わせないのかこれ。エリクサー、ほら、あー強いこいつ。え、エレベーターが到着した。逃げて、一人では無理だ、ちょっと厳しい。逃げたけどまたどっかで行きそうだな。電源が落ちた。ああ、今度は電源探しか。電源、ああ待って、目が光ってる。そのうち起きるなこいつ。あ、開かない。ああ、じゃあこの辺全部開かないか。いやー怖い怖い怖い。何か聞こえなかった？聞こえない。一人だとちょっと怖い。さあ、あった。ほら、さあ電源をオン。これで少しはマシか。よし。お、なんじゃ。うわー、やってきたと思ったら消えた。ゴミ袋。休めるエリア。あ、羽ばたく音。びっくりした。セーフ。あ、まぬけだね。こいつ、こいつ逃げるっきゃなくね。逃げる。ああ、お前を目覚めなくていい。逃げたい。アイテムは回収しようね。ああ、待て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 。ああ、たくさん敵いる。爆発した。アイテム回収して、こいつは無視だ。痛い。よし、また消えた。また切れたぞ。動くな。だいぶこのエリア広い。あー、これは前回倒したやつか。前々回か。こいつはホーリーで倒しちゃうべき。で、剣も使って。攻撃してこい。オッケー。いい加減誰かと合流したい。こっちが開く。こっちは開かない。ん、セーフティービット、セーフティービット、違う。即死攻撃を防ぐことができる。即死攻撃かましてくるやついるの。
なんだ、ん、どこだ。ああ、こいつ動くな。電源つけたら動くな。いた、え、ちょ逃げる。これで少しはマシか。逃げる。ああ、先回りされてる。ああ、こいつも動く。逃げろ逃げろ。ああ、食った、きつくな。よしよし、取れ取れ、ゴリ押しだ。ああ、エレベーターあった。だいぶ広いなこのダンジョン。かなり上の方に来てると思うんだけど。侵入禁止エリアが多数。帝国の死骸研究って結構進んでてね。まあ俺が進めさせたんだけど。あんたかい。ちょっと前までここで死骸作ってたんだよ。何？出るな。これは出ないか。パズルか、これは。3つの回路パネルのオンオフを切り替えることでロックが解除される扉の組み合わせが変化します。マジか。苦手なやつだ。おい、王様、頭を使いなさい。なるほど、オフ。あ、オフにしたら全部通れなくなって、今のところこれだけが。今お忙しいの。で、こっち通れて。ねえ、死骸の元って何か知ってる？なんて、知らないから殺せたんだよね。彼らね。元は人間、動物、自然の生き物たち。ここ全体が研究室か。あ、なんかある。カード B があった。これで一度戻ってまた2枚のカードがあるから、オンオフの組み合わせで行ける場所を増やしてみよう。じゃあ試しに A をオフにしてみて B だけオンにしてみよう。するとこっちが進める。あ、まあどっちもオンにすべきだな、これは。で、最初入ってきた入り口の右側が行けるようになってるけど、それ以外の部分も行けるから行ってみる。なんだか忙しいな。あ、飛び越えれない。会議室だな。
どうしたの？なんだ？迷った。でも会議室で、会議室なんだよなこれ。でしかもここ死骸の研究所って言ってたし、こんなにボロボロになってるとなると、やっぱりなんか帝国って崩壊に進んでるの。住民の失踪に関する報告書。住民をまさか実験に使ってるとか。誰であってもハンターとして受け入れたい。出身や技量を問わず募集をかけたいと。ええ、今は何よりも人手が必要でして。でもハンターというのは危険な仕事ばかりなのではという意見もありますが。ハンターのラジオ。こっち行って、でこっちだ。君らが目の敵にしてた魔導兵ってさ、ここで生まれた子供たちを犠牲にして作られた。腕に番号をつけられちゃってさ、赤ん坊の頃から管理されてるんだ。ひで、かわいそうにね。意志も戦って、どっかの王様に切られて死んじゃって。こいつお前のことと戦えなくなっちゃった。カード C があった。魔導兵を作るやつが一番悪いだろう。あ、なっ、ドッキリが来た。さあカード使用。これで全部オンにしたら全て開かれるか。よし、いずれ一箇所は回路をオフにしておく必要があります。あ、電源容量超過ね。ああ、全部オンにしたら切れちまうんだ。ちょっとね、奥の行けてない部屋があるから、3通りあるな、じゃあこれ。OK。これでさっきの、もう一つ奥の部屋に。さあ、なんだろうな、ここは。檻があるけど、これマジモンの人体実験室。いやー、気味が悪い。さて奥の部屋も行ったしょ。残すは向こうだから、よし、これで最後の部屋か。そんなに複雑じゃなくて助かった。砂が出てきた。オッケー。そろそろ出れるでしょ。そろそろ出れることを願いたい。おや、よくできたね。どんだけ同じ笑い方すんだよ。あ、そうだ、面白い情報。プロンプト君、
この町の出身だって知ってた？あんなさ、いかにも大男っ子が。意外だね。え？え、プロンプトって王都出身じゃなくて帝都出身なの？なあ、患者はどこ行ったんだ？失踪した人たちはみんな死骸にされてるな、きっと。ショップはよし。ちょっと長くなりそうだけど、もうちょっと進んでみよう。おっと、ほら、もう元は人間であっても襲ってくる以上倒すしかない。またありそうだな、これ。さあ、まだありそうっていうか、チャプター13が動画で最も多いかもしれない。このダンジョンかなり深いで、ちょうど待機所があったから今回ここまでにしようか。まだ侵入禁止エリアがマップに映ってるから、ザグナタスだっけな、あ違う、ジグナタスだ。要塞攻略、なかなかここ手間取るけど、だいぶ進んでるから、あと少しだと思う。もう少し次回続けてやっていこう。じゃあ今回ここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。